はい、皆さんこんにちは、吉田です。はい、今日ご紹介するのはこちらですね。ビッグカツスペシャルソース味、ずっと変わらない美味しさ。これ昔からありますね、この駄菓子というか、なんというか、駄菓子屋さんにですね、僕らのですね、小さい頃はですね、コンビニなんつうものはございませんでですね、駄菓子屋さんによくね、足を運んでたんですね。小学校の近く、中学校の近くなんて感じでね、駄菓子屋さんがございましてですね、そちらでよくですね、いろんなお菓子を買ってました。はい、そこにもこういうものがありましたね。ただしですね、当時の小遣いがですね、もう何十円ってもうわずかな金額でしたので、まああんまり高いのか、10円20円のもので精一杯ですね。30円とかって言うとちょっと高いみたいなね感じの、小学校幼稚園の記憶がございます。でこれがですね、今まだ売っているということなんです。これが値段が、ごめんなさいね、もう最近物を買ってですね、値段をですね全く覚えてないんですよね。いけないですね。はい、まあわかんない、数十円。はい、今行きましょう。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん、すごいね。もうカツカツカツのなんていうかね、クオリティが高いとか、もうやる気満々って感じですよ、これね。これ動画で見たらこうね、わかんないですよね。これこのままこう、ほらこうしたらなんだかわかんないですよね。駄菓子とは思わないですよね、多分。いただきます。ちょっと袋に入れますね、これ戻します。はい、いただきます。うん、うまい。うまいよ。だからあれですね、昭和うん十年前の僕たちの時代からですね、合成甘味料、合成着色料の味がうまいなと感じてしまう世代なわけですね、おそらくね。うまいです、だって普通にうまい。うまいよ、これでご飯いけるよ。あ、それはないですね。さすがにそこまでではないですね。うまいなぁ。うん、うん、これでね、ご飯2杯はいける。いや、そこまでではないですね。ごめんなさい、そこまでではないですね。まぁ、ちょっとね、乗りツッコミをやってしまった感じですけど、まぁ、とにかく美味しいです。本当に美味しいですね。はい。スペシャルソースね。なんか、ちょっとピリッとしますね。はい。ということで、本日ご紹介したのは、ビッグカツスペシャルソース味でございました。ありがとうございます。